機材が揃ったわ。さて、部品の配置はどうかな。うん、合格。コネクタをいくつかつなげるのを忘れてるけど、この装置を初めて修理した割にはいい感じ。あとは母さんの目をスキャンするだけ。母さんはボルトで唯一再起動時のセキュリティチェックを変更できる人。オードリー、オードリー、声が聞こえた気がして。おお、新しい友も一緒か。よかった、手を貸してくれ。緊急事態だ。母さんがいなくなった。それどういうことなの？容体は安定してるんじゃなかったの？違う、そういう意味じゃない。部屋にいないんだ。誰かが連れ去ったんだ。そいつらが残したメモをオバーリンが読んでくれた。モスマンがどうのって書かれていた。アレックスがカルトに？ありえない。彼女は始末した。今なんて言った？ん？ああ、なんでもない。言い間違えた。嘘、絶対言った。彼女は始末したって。彼女の何をどう始末したの、父さん？分かった、聞いてくれ。お前に知られるつもりはなかったが、彼女はお前の将来とうちの家業に対するリスクだった。お前にここに留まってほしかった。私はやるべきことをやっただけだ。やっぱり彼女が消えたこと、裏で手を引いてたんだね。実の娘の幸せなんて考えたことないでしょ。私の人生はいつもいつもあなたに振り回されてきた。私はずっと惨めだったわ。おいおい、そんなことないだろう。お前はそういうのが好きだったじゃないか。私はお前の安全の確保と最も大事な家業に集中できるようにしたまでだ。よく見ろ、こんなにうまくいってるじゃないか。お前の協力のおかげでこのマシンはまさに最高傑作になったんだ。何を言ってるの？この状況で走り回ってるロストたちを見て。母さんは昏睡状態なのよ。これのどこがうまくいったっていうのよ。話が通じない人に説明しても無駄ね。少し外の空気を吸ってくる。あいつはそのうち正気に戻る。ちょっと大げさなところがあるんだ。父親に似たんだろう、おそらくな。どっちみちもっと重要な話がある。妻を取り戻してほしいんだ。プラント、君はその能力があることを示してくれた。だから頼む、力を貸してくれないか。こんな事態になったのはそもそもあのふざけた手紙のせいだ。本来なら関係ないことに首を突っ込むなと言うんだが、今さらそんなことを言っても遅いしな。私とキャシディはあの手紙を読んでショックを受けた。あんな下品な言葉を使う人間が読書家だとは思えない。だがそんなことはもういい、仕事に戻ってくれ。オードリーを信じたい気持ちもあるが、あの子に裏切られたくなかったものでね。妻はあの子の業務を確認するため大きな変更やセキュリティチェックの認可をせねばならなかった。考えてみれば、こんなことをする権限を一人にしか持たせなかったのは得策ではなかった。もういいだろう、妻が殺される前にさっさと行ってくれ。そんな話をしてる暇はない。あいつは娘に悪い影響を与えた。家業を脅かす存在だ。私はビジネスを守るだけじゃなく、オードリーを共産主義から守る必要があった。さあ、もう目の前の問題に集中し、アレックスを始末してくれ。うんだば、マシンを修理することが誰にとっても最大の関心事。残されたメモには放棄された鉱山のことが書かれていたんだ。園内には一つしかなかったはずだ。前にある理由で買いそうになったんだが、いや、そんなことはどうでもいい。カルト教信者に扮して紛れ込むしかない。侵入者を見つけたらキャシディに危害を加えるかも。妻の居場所を探し当て、アレックスを始末してくれ。
前任者よりもいい仕事をしてくれることを期待しているからな。わからないが、私が雇った殺し屋が戻っていないからまだ生きている可能性がある。それにカルトに入信したというのも十分あり得るだろう。彼女は変わっているからな。私の知るアレックスじゃなかったとしても、妻をさらったのなら死んで当然だ。あくまで変装、本物の信者にはなるな。だがとにかくそういうことだ。やってくれると思った。もう行った方がいい。オードリーは私に任せろ。キャシーの安全が確保できたらアトリウムで合流しよう。君が任務を完了したら、妻を安全に連れ戻せる人間を送る。
たるべき時が来たら、価値なき者は彼の分かつ光を浴びることとなるだろう。ようこそカルト教信者の友よ。今日の任務の調子は？どんな任務だったっけ？再び我々は彼の粉まみれの法要をもたらす羽ばたきへと戻り、我々は彼の羊、彼の馬により導かれ、偉大なるモスマン、哀れみの心であなたの領地に目を向け、いろいろな方から学びたまえ。まあ、いや、俺の名前はブレアだ。俺の名前はブレア。実はまだ来て日が浅いんだ。あんたの名前は？俺の信仰心を疑うなんてどういうことだ？待て、もしや俺たちの仲間か？ああ、神よ。じゃなくてモスマン様に感謝を。我々、彼の裁きが下る。おそらくあんたと同じだ。信者じゃない奴らはみんな同じ理由でここにいるんだろう。契約を保護にしたヒューゴに仕返しするためだ。そうでなくてもただのゲス野郎だしな。あいつは俺たちを騙した。俺たちの生活を破綻させるような約束をして全員を危険にさらした。あいつが報いを受けるべき時が来た。奴に何をされたか知らないが、あんたもそう思うだろう。聞かれるだろう。俺たちの正体が見破られるような真似はやめてくれよな。もうすぐ復讐を果たせるんだ。好きにするんだな。こんな暗いトンネルで他に何かできるわけでもないしな。偉大なる生贄を捧げる準備は万端だ。暗闇にただ座って光に飲み込まれるのを待つのみだ。本当に感動する。彼女に従おう。きっと何か大きな考えがある。ここにいる誰もが想像する以上に偉大な何かが。この儀式で彼女が求めることをしっかり果たせ。ああ、俺もだよ。その良き祈りを。闇夜の焚き火のごとく燃え上がり、どんな敵も絶対に逃さない。おかえり。あ、もしかして新人か？まあ、どっちでもいいや。光の中の聖なる羊飼い。まあ、とにかく素敵な。我々を呼んでいる主が、もとい神が呼ぶ。こんにちは。モスマンがああしてこうして、なんだっけ。モフモフのモス、聖なる聖なるモスマン万歳。全能の聖なるモスマンよ、我々を。
主を称えよ。彼が羽ばたくところに我あり。価値なき者は彼の若き光。来たるべき時が来たらなるだろう。価値なき者は彼の若き光を浴びることとなるだろう。合言葉を。どうっていい。なるモスマン、哀れみの心であなたの領地に目を向け、いろんなことから守りたまえ。偉大なるモスマン、私の話をお聞きください。嵐から我が身をお守りください。そして、見慣れない顔だね。そうはさせない。私たちの儀式の邪魔をするつもりなら、あんたを次の生贄にする。
んな時に質問するなんてね。まあちょっとなら時間はある。殺す相手のことを少しは知っておきたいしね。ヒューゴはシェナンドーへ越した後も私がオードリーと連絡を取ってると感づいた。で、私を殺そうと刺客を送り込んだんだ。襲われてる時に爆弾が落ちてね。あれがなければ逃げられなかった。私は一人森の中、かろうじて生き延び回復しつつあった。ちょうどこいつらが私を見つけて、気づいたらリーダーだ。ラッキーだった。ヒューゴへの復讐を実現するための大きな助けになってくれてるよ。復讐したいのは私だけじゃない。ここにはヒューゴを苦しめたい人が大勢いるんだ。だからあんたに邪魔されるわけにはいかない。簡単だ。あんたほどの人がわからないなんて驚いたね。オードリーが手に入らないならヒューゴにキャシディは渡せない。彼女をさらうのは簡単だった。グールの仲間にモスマンのお告げだって言うだけだ。家を要求してるってね。綺麗なボルト63ジャンプスーツに着替えさせて夜の間に忍び込ませた。地下の扉が開きっぱなしになってて助かったよ。今彼らは特別な儀式のことで頭がいっぱいで、私の次の動きを気にしてる。まあ私はまだどうするか決めてないけどね。それらしいことを言えば信じる人たちもいる。モスマンが教えてくれたとあれこれ言えば、あっという間に預言者ってわけだ。他の人たち、みんな共通の目的がある。みんな私に忠実なガの皮をかぶった狼。目指すはただ一つ、ヒューゴへの復讐。あいつがこの人たちに何をしたか知ってる。散々利用して住まいを奪い見殺しにした。あの男やあの家族についてあんたは何も知らなさすぎる。だから私が教えてあげるよ。ヒューゴが現れた時、この公園には小さな町があった。あいつが大事なボルトを建設しようとした場所に町の人たちが買収を拒否すると、あいつは爆弾からの避難所を提供すると言った。みんなはそれを受け入れた。ヒューゴの人間性を知っていれば驚かないだろうけど、あいつはその約束を反故にした。見殺しにしたんだよ。脅して追い払い土地を手に入れた。あいつは寄生虫だ。罪のない人々から死ぬまで養分を吸い取る。ビジョンを邪魔する者は叩き潰す。シュトルツの近くにしばらくいれば分かることだ。ヒューゴは弱者を食い物にする、そういうやつなんだよ昔からね。これでどんなやつに手を貸してるか少しは分かってくれた。おいそれと捕虜を渡すわけにはいかない。オードリーだけが私を理解してくれた。世界が変わる前に本屋で彼女と出会った。すごいオタクでね。彼女に会いたい。あの子の父親は私が嫌いでね、悪影響を与えてると思ったんだろう。私もあいつを資本主義の豚って思ってた。あいつは家業が全てだった。家業の発展の邪魔になるものは全て排除する勢いだった。で、私が邪魔だったらしい。彼女なら分かってくれると思う。それより私を見てこんな姿になってしまって、彼女が受け入れてくれるとは思えない。同感だ。やってみたらいい。Thank you.
主が、この神が呼ぶ。モス、聖なるモスマン万歳。
ったのか。よし、やるべきの人間を送ってもいいか。さすがだ。やってくれると思っていた。有能なヒットマンにふさわしい報酬を渡そう。あとはキャシディを連れ戻すための救助ファンを送るだけだ。本当に感謝してるよ。ありがとう。信じられない。どこまで執着すれば気が済むの。あなたの解決策はいつも殺す、それだけだわ。ちゃんと話し合おうと、分かってもらおうとここまで来たのに、あなたがどれだけ効率的かってことを忘れてたわ。彼女が生きているかわからないまま何年も過ごして、また会えるという小さな期待を抱いて生きてたのに、もういない。永遠に会えない。全部あなたのせいよ。あなたたち二人のせい。あなたはいい人だと思ってた時もあった。でもあなたも同じ、私の父さんの命令を受けて罪のない人々を殺しているだけ。二人ともただの冷酷な殺人鬼だわ。ジャンプスーツを着ると自己表現が難しい。オードリー待て。分かってないようだな。アレックスは母さんを誘拐した。説得は無理だ。いつもすぐに逃げてしまう。じき慣れるさ。救助班に知らせる。ではまたな。久しぶりだね。ここでは余計なことをするんじゃない。昔からの流れや仕組みってものがある。彼女だったのね。でもなぜ。交換部品を見つけてくれてありがとう。ごめんなさい、何か用？彼女は大事な人だった。私を理解してくれる唯一の。でもそれがあなたにどう関係あるの？あなたの言う通りかも。簡単にまとめると、全然一目惚れとかではなかっただってすぐに口論になったもの。でもお互いの違いは関係の土台になった。文学について意見や好みを議論するのが楽しくて、そんな違いを楽しむようになったけど、父さんは恐れを感じたみたい。安っぽい小説みたいな展開。こんな話はやめましょう。そこはよく働いているようだ。うまくやっていけるかもな。どう思う？共産主義的な人間が資本主義的な基盤にある自分のビジネスの後継者を誘惑したから、脅威に感じるのも無理はないでしょ。それでも彼女をボルトに入れるよう父さんに頼んだけど無駄だった。父さんと話した直後彼女は消えた。最初から父さんの仕業だと思ってた。証拠もつかんだ。でも彼女の変わりようは信じられないわ。私の母親を誘拐するなんて。いくら話しても分かり合えないと思った。全くの別人になったみたいで。そして彼女は消えた。とにかく私の話はこれでおしまい。どうぞ、何が聞きたいの？私はいつも両親から放っておかれてた。だからそばにいないのには慣れっこよ。でも母さんじゃなくて父さんが昏睡状態になればよかった。父さんが母さんを壊した後も母さんにはまだ心が残ってた。先にいなくなるのはいつもいい人ばかり。そうかもね。ヒルダは優しい人よ。お人よしすぎるくらい。お互い全く違う環境で育ったの。たまに羨ましく思う。彼女は両親に大切にされてたから、血がつながってるのが信じられない時もある。そうよね。時間はあまりないけど、研究のことならいくらでも話すわ。何が知りたい？
爆弾投下前の研究に関しては機密扱いなの。それに正直言ってもうどうでもいいことよ。今研究してるのは天候管理装置とそれがロストに与える影響とはいえ、まともに説明しようとしたら丸一日かかるから、これ以上は勘弁して。あまり話したい内容でもないしね。じゃあ手短に、爆弾が投下されて数年後、うちの居住者はフェラル化して心を失わないよう必死に戦ってた。うちの施設の研究は全てその解決に向けられた。天候管理装置もね。偶然にも装置の近くにいるとフェラル化の症状が緩和される現象が起きることが分かった。でも計画通りにはいかなかった。ごめんなさい、今話せるのはこれだけなの。本当に他に選択肢がなかっただけ。父さんと話したでしょ。すごく強引な人なのよ。そうでもないわ。昔から自然と科学に興味があったの。子供の頃はよく星を眺めてた。いいえ、本当は天文学の道に進みたかった。けど父さんは専門家を必要としてて、家族で頑張ろうって言われて。で、私が責任者になったけど、仕事はチームの人がやってくれた。私にやる気がなくて、形だけってのを察したのね。今の研究でも、ずっと空を見上げてるわ。ある意味、天文学と似てると思わない？そうよね。よかった、忙しかったし。ここでは余計なことをするんじゃない。昔からの流れや仕組みってものがある。私と決めだが、そんなこと運だもん。マジ残され園内にカルト教、妻の居場に。わからない。それにカルトに入信したというのも十分あり得るだろう。彼女は変わっているからな。私の知るアレックスじゃな。まあで、はあ、彼女にオードリーから取り上げたアレックス、わかるだろう。若さゆえ、ああそうだ、やってくれると思った。もう行った方がいい。君が任務を変え、あんたそうはさせない。こんな時に質問する、殺す相手の。ヒューゴは襲われてる。私は一人ヒューゴへの復讐したい。簡単だ。あんたほどの人がわからないなんて驚いた。彼女をさらうのは簡単だった。綺麗なボル、今彼らはそれ、他の人、あいつが、あのヒューゴが、町の人、ヒューゴの人、あいつを来た。シュトルツの、これで、オードリー、世界が、あの子の、私も、あいつは帰って、私、彼女の、同感だ。そんなことすると、ユーゴだ。あいつは信用できない。ねえ、今、待って。そんな、まさか。あんた意外とやるじゃないか。
ったんだね。どうせヒューゴの仕業なんでしょう。今さら関係ないけどね。あいつの望んだ通りになったし、オードリーに会ったら伝えてくれる。あなたのことはずっと愛してるって。戻ったのか。よし、やるべきことはやったんだな。キャシディを連れ戻すための人間を送ってもいいか。の周りで土砂崩れがあったって、どうしてだろう。そのことか。賢いだろう。数年前エンジニアたちにあの構造を開発させたんだ。いつか役に立つだろうと思ってね。私があの本を持ち続けていたとは幸運な偶然だ。成功したんだな。アレックスは死んだか。ありがとう。思い切った手段も時には必要だってこと、君なら分かってくれると思っていた。あとはキャシディを連れ戻すための救助班を送るだけだ。本当に感謝してるよ。ありがとう。信じられない。どこまで執着すれば気が済むの。あなたの解決策はいつも殺す、それだけだわ。ちゃんと話し合おうと、分かってもらおうとここまで来たのに、あなたがどれだけ効率的かってことを忘れてたわ。彼女が生きているかわからないまま何年も過ごして、また会えるという小さな期待を抱いて生きてたのに、もういない。永遠に会えない。全部あなたのせいよ。あなたたち二人のせい。どこまでバカなの。父さんなら何としてでも彼女を殺すと一瞬でも思わなかった。彼にとって殺人など何でもないこと。聞いてるよね父さん。そうよ、あなたはただの人殺し。アレックスの命を何だと思ってるの。ちょっと手を汚したって程度なのね。人が死のうがどうでもいいんでしょう。自分の思い通りになればそれでいい。イカれてるし。オードリー待て。分かってないようだな。アレックスは母さんを誘拐した。説得は無理だ。いつもすぐに逃げてしまう。その通り、全て真実だ。そこには何の問題もないってことをあの子が分かってくれればな。うまくいかないものだ。救助班に知らせる。ではまたな。昔のボルトは良かった。誰かがいいことをするのを見ると。